性格悪いやつとちょっと対峙しないと。ガキ臭いなっていうか、俺たちとマジ大差ないと思うよ。俺戦略家なんで勝ちに行きたいなって。相手にもならないです。やるのが楽しみですね。バカかよって感じですね。余裕で勝てますね。もう頭使ってもうぶっ倒したいと思います。俺の後ろついてきてください。いた、もうね、えぐい、待って、来た来た来た、あ、撃ち、あ、撃ち、あ、撃ち。ルールは先に相手陣地のゴングを鳴らせば勝利。制限時間は15分。武器を持たない状態からスタートし、フィールド上の武器を拾いながら戦っていく。キルをされても仲間から回復アイテムを渡されれば復活できる。果たして勝負を制するのは。まもなくですね。まあこっちは作戦立てちゃったんで1回目の今回ね、血のりがあるんで、この高台はこっちあるじゃないですか、あっちないけど、だからウリタさんに、まあ、状況を見てもらって、あっちの動きを、で俺たちは4人一斉に10人2機を縦にしながら一気に30秒ぐらいで到達します。あっちで鐘を鳴らします。鐘鳴らしたら勝ちなんでね、多分あっちね、そんなね、はい、一気にドーンって来れるような、なんか多分臆病者の集まりなんで慎重じゃないですか、あいつら。多分隠れながらコソコソ来てる間にこっちもうダーン行きます。トリマさっき決めた通りに行ったら、え、1-2-2でしょ。まずミニゲ1人で動く、でベティと俺2人、でローとツル2人でしょ、とりあえず俺らさ左から行かない。じゃあ左にさ通路が1本あるからさ。長いの。え、長い、もうマジで1本にさ、そこをさとりあえず確保してさ、ミニゲ真ん中でさ、俺とロー右行く？え、2-1みたいな。2-1じゃないと真ん中でさ、真ん中って一番視線集まるから。確かに視線通せんもんな。俺妹とこで頭いいやん。頭いいやん。そりゃそうだ。オクシャシ、一個す、拾う。終わった。あ、あれ欲しい。おっしゃおっしゃ、あ、ミッキーだ、ミッキーだ、最強。おっと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 、これ頑張ってクロスで呼んで。待って、銃ない。ちょっと待って。銃あった、銃あった、銃あった。武器ない、武器。武器ない、武器ない、武器ない。なんで俺パンチグローブやねん。おお、なんで俺パンチグローブ嫌なんやけど。おっと、当てちゃった、当てちゃった。おい、かけ、任せろ、任せろ。右一匹。
中央コンテナの下に一人、中央コンテナから左側を狙ってる。あと真ん中にもいる。じゃ右に。お、あ、いた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 。待ってよ。左。つけた方がいいですか。左側を狙ってる。助けて助けて逃げろ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 逃げナイスナイスナイス勝った勝った勝った勝利勝利しろすごいすごいすごいイエーイナイスやったこれめっちゃ楽しいわ終わり終わりあ、そういうことかあ、あ俺グーなかったんですよ勝った負けちょっと倒してや敵強すぎや逃げずに倒してやえ、ちょ右たまでんかってんけど右取られたんやけどよし、よかったよかったあいつら大したことねえなあいつら大したことねえあいつらめっちゃ悔しいよなあいつらただのビビリじゃねえかちょっと煽りに行きますか思ったちょっと煽りに行きましょうよちょっと煽りに行きましょうめっちゃ悔しいだろうなうん、思ったお前ら口だけじゃねえかよなんだよ、いきなりは弱すぎるぞ秒殺されてんじゃねえぞ、秒殺弱すぎ、弱すぎさっきの、さっきの威勢はどうしたんだよ、さっきの威勢はよ1戦目え、こんなもんなんだろ、ね、誰にこれは何だよ立ち回り、立ち回りクソすぎでしょあんな感じ行きましょう、行きましょう、2本目も、うんたぶん1回目がさ、なんかもうガンドツやったから2回目ちょっと作戦変えようぜって入ってるからだからレイドさ、ま、あの真ん中の方行ってさ武器拾う、1人1個拾わんとか戻ってきたよ多分ね、強気大事結構武器拾うと思う絶対そっちの方がいいグドランから確かにじゃあそれで1回ガッチ武器取ろうオッケー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 なんかあっちは今度一気にまた攻めてくると思ってなんか、ま、街でなんか隠れてそうな気がするんだねゲームの通りにやろうとして多分確かに隠れてそうっすよねパターンでどうしようかなこっち慎重になりますかこっち慎重に出てった方がいいけどでも4人でやっぱ行った方がいい気がするうもう一回4人で4人でゆっくり進んでいこうそうです、はい、ライフルがあればねライフル強いっすよマジでだけど相手の銃さっきなんかサイレンサーみたいなのついてなかったいや俺も1個つけてあ、マジですかいや米尾くんが鳴らした後に 俺2発撃たれたの根に持ってるからゲーム終わったのに痛かっためっちゃ痛かったそれ痛いよここめっちゃ薄いとこ撃たれて完全にカンカンってなってるのがあいつに撃ちやがって2発あいつ後からちょっと映像見返そうこれだナイス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 勝った勝ったこれだナイス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 勝った勝ったどこだ？どこだ？あ、あった。ハンドがあった、ハンドがあった。
っちはまだ大丈夫かな。俺の正面1枚いる。あ、来てる来てる来てる。バスラ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 2枚バスラおるよ、それマジ張り抜く。おるわ、見ないおるわ。俺の方がびっくりした。右まで張りにくい。来た、いった。あ、一人倒したからまあ仕事はしたわ。いた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 。あ、あ、違う、あれか、あれ違うのか。クワさん、クワさん、クワさん。え、待って、来た来た来た。あ、撃ち、撃ち、撃ち。あいつら結構消極的だもんな。ビビってる、ビビってるから。いや、消極的なんだけど、住人2期と久保田君もめちゃめちゃ消極的だったからさ結果的に俺たち2人で特攻してた。いたいたいた。当たった。ち、当たっちゃったよ。どこにあんだ。うわー、やる。うわー、やった、やった。全員やったぞ、多分。え、これ行くね。買ってる。お、ナイスー。おい、ナイス、おい、ナイス、ナイス、ナイス、レティ。しんどい、田中行こう。部活の試合くらいしんどい。なんで死ぬ。何やってんの、住人2期たちは。もう俺、住人2期とサトルのところまで追いついてたけど、何してたんだろう。奴ら何してるの。ずっと隠れてる、絶対。グローブつけてる。グローブなんかつけてるんだね。しかも2期も2人で。アホが2人いるやん。いや、もう弾がなくなってしまって。いや、ちょっと待って、だって2期だいぶ中央でずっとこうしてたじゃん。ねえねえ、いや、隠れ熊の実の2人。スタートした時点で武器みんな取りに行って、で、多ければ多いほどいいけど、まあ、とりあえず最大でも2丁ずつ、まあ、最低で1丁持ってすぐ戻ってきて、で、もし弁当箱があったら弁当箱を持ってきて、あの墓地の横に置いておきましょう、はい、そしたら1人撃たれても自分で取っちゃえば、はい、回復できる、回復できるんで、はい、なるほど、その作戦でいきましょう、はい、トリマー多分同じでいいと思う。仮に倒されてもさ、お前さ、クソでかい声でさ、死んだって言えば、あら、左いるんだって気づくから。オッケー、ロー死にましたって言って、ロー死にました、ロー死、ローヒットで、お前マジで、あの左最速で行ったら武器あるから。オッケー、
ンイエッタタジュ銃がない銃がないんだけど OKOK これは強いやばいやばい、迷った行くぞ行くぞ見てあげる久保田くん久保田くん待って待ってはいはいはい、銃1個あげる俺持ってる。ちょっとっちや。久保田君。さすがにもう一回いる。あっちにいる。あっちにいる。これなんか中からだと見えにくすぎるから一人なんか外側から行った方がいい。じゃあ俺。小宮君さ。はいはい。逆にここが死角になりそうな気がする。まあ確かに。そこだったら撃てるよ。あった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 やばいやばいやばいこれ武器ない武器ない弾が当たった弾が当たったよしよしよしゲットした武器あっちで固まってますね。あっちに固まってる。4人あっちに固まってる。小宮君の方。ポット見つけてもらった。どこまで来てる？あれ、あれ強え、ここ。えぐい。慎重だな。動きがないな。待ってるわ、こちら。一回左見るわこれ右見てる右見てるこれ敵いる敵いるあの上上上2階あるんだよ2階ちょ、お前お前の見せ場や行ってこい2階ってどこ蜂すごいよまで行ってる当たってないかなえ当たってへんねいるいるスペシャルウェポン投下ですスペシャルウェポン投下です煙の出てるところでスペシャルウェポン投下でーす。ナイスナイス。お前勝ったな。お前絶対死ぬなよ。オッケーオッケー。俺あそこまで出れるかな。当たったやろあいつ。おい。バス、バスから、バスから一人ゴングゲット小宮が行った小宮が行ったうらぁ
米尾が鳴らした金、うん、マジかよ、マジで、どっからどっからどっから抜けられた、時間かけすぎたな、いやーかっこいいな、いった、ごめんね、ナイス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 、とこしすぎ、俺があの身代わりになるんで4人で俺の後ろついてきてください、はい、まずベティが、まあ、どっかでアサルトライフル、あの強い武器を拾って、で後ろに引いて、この高台がめちゃくちゃ強いんで守る際に登って、まあ、左側を見てもらって、俺ボルとローとツルとミニゲで右側が結構入り組んでるんで、まあ近距離に持っていって、うん、確実に倒していこうかなって、まあ、カバーキル、じゃあエンジンこうエンジン、よしお前ら、おここで負けたら終わりや、はい、絶対勝つぞ、はい、お前らやってるかさあ、さあ、あれ何やるよ、さあ俺は今から2階でみんなをかまします、バリ強いな、あるやん、敵かこれ、バリでかない、正面、正面に飛んだ、ね、ヤバく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 ね、ヤライフルで 3,4 人殺しましたよ、すごいね、あれライフル最強だわ、強すぎる、いやブレイキングダウン勝っちゃったなこれ、まあブレイキングダウン1分以内ですからね、こういうもんですよ、まあ、これでプロゲーマーそんなサバゲー強くない説は、そうですね立証されましたね、ゲームの中でしか生きれないということが判明したね、あ確かに、なんか来ました、こんにちは、こんにちは、こんにちは、僕ら散々煽ってまあ結果惨敗、ただ、まあ、僕たちも男としてやっぱ悔しい気持ちがちょっと大きくてですね、もう一周だけやらせてもらえないでしょうか、お願いします、お願いします、お願いします、やめてください、やめてください、お願いします、まあ土下座までしてくれたんだとやりますよ、さすがに、まあラス1ぐらいはやりましょうか、瞬殺すぎたわ、ありがとうございます、ちょっとアレンジしましょうよ、次全員どっちかが死ぬまで金関係なし、おお、あそれあり、それあり、じゃあえいいっすか、マジでいい、それじゃあ1試合やろう、ありがとうございます、絶対殺すからな、いかないから有利な方狙ってやがる有利な方選んでやがる、実際これだいぶ戦法変わるな、うん、確かにこれスタイル変わる、スタイルだいぶ変わる、じゃあ俺と米尾チームと3人でいきますよ、さすがにちょっと消極的には並んどいてもらって、ウリタさんがいたらガンガン前上がったけど、まあでもバンバン行きすぎるのも良くないかもしれない、うん、早く死んじゃうからね、じゃあ俺たちこっちから攻めるか、じゃあ俺たちこっちから行こう、行きますかうん、とりあえず5人で固まります、もう数が正義だと思ったんで、泣きの1回、はい、絶対に笑って勝てそう、
ダッサ絵だ、絵出させ5、4、3、2、1、スタートさあこっちに移動。そう。え、あった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 。え、待って、来た来た来た。銃あった、教えてほしい。こっちめっちゃ多いから。俺これ以上前出たくないかも。どう拾った？ない。あれ、どっち行くか。一回戻ろう。ほら、これ硬いから一回試し。いや、もうハンドガンかよ。試し打ちの方がいい。出るな。で？あ、出るやん、たぶん。そこや。敵そっち多いかも。あれ、てかこれめっちゃ痛いからちょっとトラウマなんやけど。当たりたくない。任せろ、俺の後ろ来いよ、お前。全員。みんなどこ行った？お前、これ俺持ってっか。あ、いた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 、バレたバレたバレた。米売るよ米売るよ、あいつ殺す、あいつ殺す。いる？じゃあ一回下がろう、一回下がろう。あれ？なんでおらへんの？じゃ合流したいな、これ。いや、無理じゃない。武器どこあんの？これ適当に投げとこか。え？それグレネ。どこ？グレネ。あったあったあった。え、これ使っていいやつ？グレネを適当に投げるか。最強やろ、これ。え、待って、来た来た来た。当たってない。俺当たってない。当たってない。絶対当たってない。あいつ殺していかね？どこ行った？お前ら AR やから、頼む。あ、これ、ラコブキ。食らったやろ、あれ。俺味方に投げた俺。おい危な。ナイス、危ねえお前。やった絶対。俺は絶対避けなす。それ？え、これどうなの？どっち？え？当たったら終わりでしょ？え、僕は当たってないです。え、俺熱い。熱そう。え、相打ち？今の相打ちか、タイミング的にね。俺。まあじゃあ。そう相打ちか。一人は相打ちでいいよ。危ねえ。当たってない。え、危ねえ。ボルダウン。いいね。何？どこ？俺ここ。行くわ、そっち。弁当箱探そう、弁当箱探していこう。これ弁当？弁当。あ、俺も今ちょっと撃たれた？俺撃たれた。俺ちょっと今手当たったから弁当もらうから。やな。おれ、危ねえ。やったー。よしと。ナイス。いったー。やられた？ベティアウト。やばい。何これ。バリ強い。これバリ強い。よっしゃ。バリ強くね、これ。うな。ねえ、こっち詰めて。いったぞ。え？いった。ミクさんに当てられた。勝利。え？何ぐらい打ってる？いった顔。よし。
え、俺4人殺しましたよ。俺も4人ぐらい殺したよ。なんて。うますぎやろ。ミニゲマジでクズやねんけど、あいつ。うまくね。これが現実です。スカッとしたでしょ。なんも言えねえ。くそ、悔しい。なんも言えねえ。いや、楽しかったな。普通に楽しかったですよ。じゃあ俺なんか視聴者に伝わってんのかなっていうぐらい面白かった。